間でもふっと光が出るのが撮れたって。 LED じゃない、リセットカウント焦点が合わんね。サイトン、それで何か毛がいっぱいあるんじゃん、うん、この日はカラスウリの花を見に行きました。これが何、カラスウリ、そういう毛みたいなのがあるよ、うん、何でもカラスウリの花は1年で1日しか咲かないそうです。虫じゃ、虫かい、うん、うん、が、なんかがかいかーかー、らしいな、こいつだ、これポリネーターじゃ、は、ほんとだ、いいじゃん。ヒメカゲロウの仲間だと思われます。一生懸命蜜を吸っているようです。ピントが合いませんね。おしべの蜜を吸っているようです。逃げもしないで無我夢中って感じです。カラスウリの花は一日花で、しかも夜にしか咲きません。かつカラスウリは雌雄種なので、子孫を残すには受粉が必要です。へー、なので一見非効率な受粉のように感じますが、ポリネーターを選択しているとも考えられます。夜にしか咲かないので夜行性で、蜜があるのでそれを目当てに来る昆虫、スズメガの仲間がその条件に当てはまり、実際にカラスウリのポリネーターとされています。ですが今回見つけたのはアミメカゲロウの仲間でした。謎いね。この白い花に惹かれてくるんだろうね、うん、月が満月とかじゃない、そういうわけでもないんだ。月関係ないと、でも反射線くない、うん、あ、ここにもなんかおるわ、テントウムシがあるわ、テントウムシは、テントウムシではありませんでした。クロウリハムシという昆虫で、カラスウリの花びらを食べている最中のようです。こっち見ましたね。テントウムシや、まだつぼみなのあるね。そうだよ、うん、もうちょっと早いんかな、はい、もう少しバーッと前回の時のこの細い端っこがバーッと開いて、あの綿毛のようになる、綿毛じゃないかな、はあ、すごく大きい。ちょっと早いんかな、もうちょっと花が1日しか咲かんのんじゃ、1日一晩だけ、今日今晩一晩だけ、へー、絞れてるわ、これ受粉してる、あ、もう受粉済み、うん、うん、これは実ができるよね、うん、まあ虫が来てくれたらね、あれこれ受粉済みか、うん、済み、うん、つぼみもいっぱいあるね、うん、あ、そうだね、もうめちゃくちゃ綺麗だ、あ、そう、それ花が広がってる、うん、はい、これ真ん中ぐっすわ、うん、かわいいな、うん、他にはないだろ、お、なんかおるね、ゴキブリ か、 どかな、ほらゴキブリじゃ、うん、これはあ、かすけんかすけんな、あ、クモがおるわ、雲がおる、うん、クモがおる、右の花におるよ、あ、そう、ほんと、うん、なんか、はぁ、おるおる、おるね、これも意外と花粉を媒介してるのかな、受粉した雌花は緑色の実をつけます。うん、真ん中写したんや、うん、時間が経つにつれて実は黄色っぽくなり、あ、これ写ったろ、最終的にはオレンジ色になります。時間が経つとシワができてきて、実を切ってみると中にたくさん種が入っていることがわかります。種の形が打ち手の小槌に似ているので、財布に入れておくとお金が貯まるなんてことも言われているそうです。ガではないんか、ガっぽいけどね、ガじゃないやろ、あのいわゆる、いやでもキリギリスみたいにない、
ではないけどね、キリギリスなのかな。でもガではないよね、昆虫みたいなよ、蝶ではないよね。